日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらカップ日清カップヌードルエピまみれと謎肉まみれを食べたいと思います。こちらですね、視聴者様からコメントでリクエストをいただいて、こんな商品出てたんだということを知ったので買ってきました。リクエストいただき本当にありがとう。ではまみれというだけあって、どれだけ中身にエビや謎肉が入っているのか早速見てみますね。ちょっとこぼすと嫌なのじゅって、あ、開けた瞬間にエビが出てきました。すごいな。ちょっとでは、もう一つ、あら、謎肉の方はいきなりって感じではなくて、ちょっと麺の量が違うのかな、それともちょっと持ち運びの方が悪かったりバランスが偏っちゃう。まあいいか。それでは早速ちょっと立ちますね。お湯こぼすとき失敗したら火傷だからな。わ、お湯を注いだ瞬間にエビの香りが漂ってきました。結構お湯使うなぁ。いや、いつもこんな感じか。はい、では出来上がるまでの間しばしお待ちを。はい、お待たせいたしました。まずエビちゃんからオープンしていきましょう。確かにエビはたっぷり入ってるな。これが味わえると思うと楽しみです。ではでもラーメンと取ろうとするとやっぱりエビ崩れちゃいますね。崩れるというか落ちちゃいますね。とりあえずさっさとエビを食べたいからいただきます。うわー、まみれっていうからどんなものなのかなと思って食べてみたら、ああなるほど、そういうものなのね。最近視聴者様からありがたいことにいろいろ教えていただくコメントを書いてもらうことが増えました。おかげで何食べようかなって悩む時に決めるのに助かっています。あなたもスパッと他の人が勧めてもらった商品を食べて美味しいって思った経験ありませんか。ってカップヌードルのレビュー忘れてんじゃねえ。麺は割とシンプルなんですけど、具材が多いとやっぱりあれも変わるんですね。具材が多いこと、あれがとは何なのか、それについてはこの後すぐ説明しまーす。ごちそうさまでした。とですね、まずどちらもまみれという名前が入っていますが、エビの方はまみれというほど入っていなかったような気もします。まあ、どれぐらいの量まみれともが人それぞれなのですが、そもそも自分はそこまで大量にエビが入っているとは思えませんでした。一方謎肉はもう上一面を覆い隠すぐらいに入っていて、たっぷり入っているなこれと思いました。でラーメンは、まあ、どちらもあっさりとしたいつもの醤油カップヌードルなんですけど、スープの味がやっぱり具材の溶け出している旨味が違うのか、若干味が違いました、ね、具体的に言うと、エビまみれの方は結構あっさりとした薄めの醤油スープね。謎肉まみれの場合は、ちょっと濃いめで、コクが、いや、味、深みがあるスープになっているように思います。どちらも、まあ、醤油ラーメンだけど、あっさり系、醤油ラーメンだけど、こってり系といった印象ですね。まあ、こってりといっても、そこまでそんな豚骨みたいに、うわーってなるような豚骨、濃厚で、こってりなのではなく、ちょっと味が強めな程度ですね。
どちらもそれぞれ良さがあるとは思うのですが、自分は謎肉まみれの方がお肉の旨味もスープの濃さもより好みだったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは、春来たの朝を迎えるや今日この日、きっと季節の変わり身なんでしょうね。はい、というわけで本日は視聴者様が教えてくださったカップ日清カップヌードルエビまみれと謎肉まみれを食べてみました。もしこういう美味しいものあるよ、これ気になってるよ、食べてください、食べてほしいというのがありましたら、またコメントや DM などでリクエストいただいたら可能な限りお答えしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。